埼玉西武ライオンズ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。インコース決めてきた。カメギリギリです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。緩いボールを持ってきました。フルカウントです。さあ6球目は何か。アウトコース打ちました。村上が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。噂はまずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは噂は、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。打ちに決まりました。あっという間にツーストライクです。またファウル。ノーボールツーストライクです。打ちました。村上一塁そのまま入ってアウト。クリーンナップが登場します。バッター柳田。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。アウトロー外れます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。変化球持ってきました。フルカウントになっています。ファウルになります。外れてフォアボール。ツーアウトから先制のランナー。さあまず1球目、最初は変化球持ってきました。ストライクです。変化球で内を攻めます。ノーボールツーストライクです。ランナーここはスタート切りません。さあ勝負してくるのか。1球目外れました。5球目は何で来るか。インサイド落ちました。強い打球。次が6球目。1球目は外れました。3ボール2ストライク。引っ張った、取った、1塁へ。1塁アウト。3アウトです。さあこれからジャイアンツが守備につきます。糸井が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。引っ張った、取りました。アウト。ワンアウト。バッターは DH 大谷。藤浪まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目。初球ボール。スピードボールを持っています。さあ2球目は何か。2球目打ちました。山田。ツーアウトになりました。バッターは3番の丸。ツーアウトランナーありません。この回のライオンズ打線ですが、たった3球でインコース詰まりました。山田が掴んで3アウトです。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、打順は5番吉田。ライオンズ得点に動きはありません。0対0です。初球打ち、大きな打球になった。右中間真ん中破りました。バッターランナーは2塁。さあそしてバッターボックスには高橋が入ります。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さあ得点圏には先制のランナー。やはり先に先取点が欲しいわけですから、ここは我慢のピッチングですね。なるほど、そうですよね。ナイスボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。いいコースだったんですけどね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。低め、これは外れた。3ボールになりました。変化球打った、抜けた。セカンドランナー帰れば先制。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。
初球から際どいコースをついてきます。インサイド打った、ショートが抑えた、二塁アウト。さあ枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。次が2球目、インコース詰まりました。ここはフライになっています。2回の裏、さあライオンズ、この回は4番から始まります。バッターは村上。ライオンズ1点リード。インサイド押しました、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには5番岡本。藤浪、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。引っ張った、取りました、アウト、ツーアウト。バッターボックス坂本、ツーアウト、ランナーありません。この回のライオンズ打線ですが、たった3球。引っ張った、サード取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。3回に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは9番に入っている小林。ライオンズ1点ビハインドで迎える最終回です。バッターボックスには代打の鈴木。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね、ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球ボール、ファウルになります。打ちました、坂本、アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター山田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。噂はまずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックス坂本、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウト、ランナーありません。初球、これは大きな変化球、バッターヒットになった、ツーアウト、ランナー一塁。打席には3番バッター柳田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか。走りませんね。次が3球目、当然ノーマークにはできませんよね。さあこのカウント、ランナーはどうするか。これが5球目、いやまた高いですね。こういうバッターに高めを使うときは絶対に甘くなってはいけませんね。そうですね。さあインサイド、右中間へ打球伸びる、はい、ここでジャイアンツ守備を変えてきました。ライオンズ最後の攻撃になります。中田が打席に入ります。ライオンズ1点ビハインドで迎える最終回です。インサイド落ちました、ピッチャーが取る、アウト、ワンアウトです。8番バッターローズ、藤浪、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球、インサイド落ちました、取りました、ツーアウトになりました。バッターは9番に入っている小林、ツーアウト、ランナーありません。バッターボックスには代打のオースティン、ツーアウト、ランナーありません。この回のライオンズ打線ですが、わずか2球で2アウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。空振りになります。ノーボール2ストライク、打ちました、サード取った、これで3アウト、試合終了になりました。